自然歴史博物館自然歴史博物館はスウェーデンのストックホルムにある自然史博物館である。自然歴史博物館はスウェーデン王立科学アカデミーによって1819年に設立されたが1739年のアカデミー設立時から収蔵品の収集が行われていた。この収蔵品の大部分は寄贈によるものである。収蔵品が 初めて公開されたのは1786年である。1965年に自然歴史博物館はアカデミーから分離された。初期のアカデミーの収蔵品管理者の一人にカール・フォン・リンネの弟子でジェームズ・クックの公開にも参加したアンデシュ・スパルマンがいる。また、自然歴史博物館の歴史上、重要な人物に動物学者、古生物学者であるスベン・ニルソンがいる。 彼はルンド大学教授に復帰する前に管理者として未整理の収蔵品の整理を行った。現在の建物はストックホルム郊外のフレスカティにあり建築家アクセルアンデルバーグの設計により1916年に完成した。最上部はドームとなっておりストックホルム大学のメインキャンパスが後に隣接して建設された。博物館には コスモノ場と呼ばれるアイマックスシアターが設置されている。このシアターはスウェーデン最大のプラネタリウムである。ありがとうございます。